成田万寿美はビジネスパーソナルコーチ。以前はタレント、フリーアナウンサー、パーソナリティとして活躍した大阪府出身。リクルート退社後、1985年、読売テレビの平日夕方のニュース番組、ニュースワイドトゥデイのキャスターに転身。その後、金子信夫の楽しい夕食のアシスタントとして大人気となったが、1995年、 金子信夫の死去と共に番組が終了。成田も芸能界から遠ざかった。35歳で離婚しており、2017年時点では独身で一人暮らし。鼻詰まりと鼻血が1年続いたことから精密検査を受けたところ、2015年5度目の検査で悪性リンパ腫と診断された。左鼻の奥に悪性腫瘍が発見されたという。 5年生存率6割の重い病であったが、発症2年後の検査で、癌細胞が発見されず、アクセリンパシュは克服された。それ以降もラジオパーソナリティ、イベント司会などで活躍。ABC 元美人アシスタント、成田万澄さん、アクセリンパシュに勝った。戦おうという気持ちしかなかった2017年10月20日19時32分スポーツ、報知。ありがとうございます。